こんにちはルインです今日の8月25日の阪神対 d n a の試合を振り返っていこうと思います。結果は5対0で勝ちました。なんとか3立ては、ね、免れて、なんとか1勝は、えー、することはできました。さあ阪神、先発西純也、6回92球、飛安打4、四四球に無失点と、えーまあ、調子も良、えー、かったと思います。 まあ、選同様ね、ストレートの走りが本当に、まあ一番良かったんじゃないですかね、ストレートが。本当に走りが抜群でしたし、強さもありましたし、キレもありましたしね。まあ変化球もね、キレもあって、コントロールも良かったですし、もう全体的にまあもう、まあピンチはね、ちょこちょこあったと思うんですけど、まあその中でもしっかり粘り強くね、まあテンポも良かったと思うので、 まあ本人からしたらね、もうちょっとこうランナーを出さずにと言いますかね、そういうピッチングは、まあ、もうちょっと7回まで投げたいとか、そういうのあったかもしれませんけども、まあ、非常に、えー、いいピッチングが、えー、できてたと思うので、正直今日も文句のないね、まあ、結果、DNA、ね、好調の DNA 打線を、ね、6回無失点と、ね、試合を作ってくれているんでね、まあ、なんもないですね、のいうことは。うん、本当に何もないですね。それぐらい。 え非常に良かったんじゃないかなと思いますね。まあ、これもね、先週同様連敗を止めてくれたというところでは非常に大きいね、えー、一緒になりましたしね、まあ、来週も多分登板するとは思うんですけどね、また次の登板もね、期待したいなと思います。さあ、続きまして打線。打線の方はですね、今日はなんとかね、まあ、2者連続完封負けの中でね、今日はなんとか5点ね取ることができまして、まず初回ですね。 中野内野安打、近本内野ンダと、まあ、このヒット2本、ね、で内野ンダなんですけど、いずれも、まあ、初回の d n a も、ね、実は内野ンダ2本で、ね、チャンス作ってるんですけど、なんか初回から内野ンダ祭りとね、なんかちょっとこう、普段めったに見ないようなヒットのなり方だったんで、まあ、ちょっと面白い展開ではありましたけどね。 その後、えーまあ、チャンスで、まあ、チョテルが凡退しちゃったんですけども、大山がね、フォアボール、ロハスも押し出しフォアボールということで、このみんなでつないで何とか押し出しで1点取ることがね、まあ、こう先制ができたというところではね、まあ、しっかりつないでいい先制点が取れたんじゃないかなというふうには思いましたし、ちょっと完封負けをね、2試合連続されていた中で初回に1点取ることができたっていうのは、まあ、先制できたことがまず、えー、大きかったなと思うんですけど、 まあなんとかこっちも初回ピンチだったんでそれを切り抜けてね、まあ、なんとか1点もぎ取ることができたんで、まあ、本当は1点で降りたくないっていうのは本音なんですけども、まあ、なんとかこう、まあ、ちょっと今日はテルがブレーキだったので、まあ、なんとかこうみんなでねカバーして1点取れたっていうイニングだったんで非常にいい1点だったなと思います。 続きまして3回ですね、えー、3回は大山が、えー、タイムリーツーベースで追加点と、まあ、ここもね初球のね真ん中のカットボールをねしっかり振り切って、ねまあ、左中間に、まあ、近本もよく一塁からね走ってくれたんですけどまあそこも本当にね3回で次の1点が取れたっていうところでは、まあ、それまでがねそれまでまだピッチャーを抑えてくれてるっていうのもあるんですけどまあその中でえしっかり3回に追加点ねいいタイムリーが22イニングぶりのねタイムリーが出たんで。 まあ本当に大山も、ね、ベ,ースをじベース上で拍手してたので手をたたいてたんであそこはちょっとなかなか見ない感じなんでね普段、まあ、大山もかなり嬉しかったんじゃないかなと思いますしね大山もコロナ,コロナで、ね、離脱していたんですけど、まあ、それを、ね、もう感じさせないような、ね、バッティング内容なので、まあ、いいスイングもできてますし、まあ、しっかり、ね、ヒットも出ているんでね、まあ、そのうち、まあ、ホームランも、ね、期待したいんですけど、まあ、そこまではね、まあ、強欲になっちゃうんでね。ね まあ、こういうタイムリーが出るっていうところは、まあ、いい状態をキープできてるのかなと思うんでね、いいタイムリーでした。その後、えー、糸原。このね、3回裏まだ続いて、糸原がタイムリー打ってくれました。まあ、しっかりね、まあ、インコースのボールをね、まあ、速い球を、まあ、しっかり引っ張って、ライト前にいいタイムリーが出たんでね、まあ、あそこも糸原らしいバッティングだと思うんでね、まあ、ああいうバッティングがね、増えてこれば、 いいいなというふうに思うんで、ね、やっぱり糸原の打球で1、2塁間にこう引っ張ったヒットが出ると糸原らしいなって自分は感じるんですけど、まあ、センター前でもディレクト前でもこうしぶといバッティングはできるんですけどもやっぱり結構糸原ってね引っ張ったヒットって結構イメージあるんで、まあ、こういう引っ張ったタイムリーが出たっていうところでは非常に良かったんじゃないかなと思いますその後もですね坂本の打席でねサードゴロだと思ったんですけどね宮崎がトンネルのね エラーでここを、追加点で4対0となって、このイニング3点取ることができたんですけど、このイニング3点目のね、まあ、結果4点目のね、この宮崎のエラーっていう、追加点1点、もう1点取れたっていう、この1点って非常にね、まあ大きかったんじゃないかなと思うんでね、まあ今日は相手のミスがね、出て、まあ得点もらったんですけどね、まあこのイニングもしっかりいい攻撃ができていたので、この3回までね、 この3回で4点っていうところでは非常に今日うはき、ねまあ、昨日おとといと違ってかなりいい攻撃ができたと思います。まあ、その後ちょっと中盤、ね、点が取れずに7回裏ですね、まあ、7回裏もうあともう1点ね、えー、あともう1点でいいん、ね、で欲しいというところでしっかりキャプテン、坂本がねタイムリー打ってくれてね、まあそこで打ったっていうのは非常に貴重な、ね、タイムリーだったと思いますし、まあ、真ん中の、ね、ストレートだったんですけどもしっかりレフト前に運んでね。 エゴシが、えー、足早いんで、さすがダイソー要因ですね、まあダイソ。ダイソー要因って言っちゃちょっと悪いかもしれませんけども、さすがダイソーで、ね、起用されてるだけあってね、二塁からバあ、ね、爆走でしたね、本当に足早いっていう、足速いってすごくいいなと、本当に見るたびに思いますね、やっぱり。まあ、今日はこの5点だったんですけども、まあ、今日はちょっとロメロね、先発相手ロメロだったんですけど、ロメロもちょっと調子良くなかったんで、 ロメロもストレートの走りは悪くなかったんですけど、コントロールが今日は本当に良くなかったと思うんで、その中で、ね、しっかり、まあ、フォアボールで点もらったりとか、まあ、しっかりヒットを打って、ね、タイムリー出たりとかしたんで、なんとか調子良くない中でね、まあ、しっかり、えー、点もぎ取ることができたんで、まあ、今日は非常にいい攻撃ができたんで、まあ、今日、テルーが、ね、ちょっとこう5打数ノーヒットというところでは、ねまあ、ブレーキではあったと思うんですけど、結果は出なかったんですけど、内容自体は、ね、そんなに悪くはないと思うんで、 また、まあ明日からカード変わって、中日戦、バンテリンドームになるので、まあ明日からの、ね、カード3連戦、中日戦で大暴れしてもらいたいなと思うんですけども、まあ、内容自体は本当にね、まあ、悪くはないし、まあ、ちょっと今日詰まった打球が多かったんですけど、でもスイング自体はそんなに悪く感じないので、まあ明日また、えー、頑張ってほしいなと、まあ、切り替えてね、まあ、今日結果出なかったっていうね、思うんじゃなくて、今日みんながね、他でカバーしてくれてるんでね、まあ明日は自分がっていう思いで切り替えて頑張ってほしいなと。 思います、まあ、今日はちょっと、まあ、本当に左ピッチャーに弱いのかなと思っちゃうぐらい今日取れたんですけどねいい形でまあ今日は本当に非常に先発が抑えて打線が序盤で取ってそれ逃げ切るという形の試合ができたんで今日は本当に文句のないかなりねいい試合ができたなと思いますさあ明日ですね明日の先発 えー、まあ、カード変わって中日戦というところで、まあ、阪神が西勇気で、中日が大野というところでね、また、こう先発ピッチャーサワンというところでね、まあ、しかも大野というね、こう左のエースピッチャーが来るわけですけども、まあ今年大野を攻略した試合はほとんど、まあ、ほとんどっていうかまあまあ全くって言ってほどないので、点は本当に大量得点取ったっていうのは、まあ、バンテリンドームなんですけど、明日球場が、本当に今までっていうかここ近年ね、大野からバンテリンドームで、 こう攻略したっていう試合があるのかどうかって思っちゃうんですけどそれぐらいちょっと難敵なんですけどねまあ天敵ですね阪神のね甲子園やとね意外と打てたりするんですけどバンテリンドームでね対決するともともと阪神ちょっとバンテリンドーム苦手としているのでまあ明日鬼門の3連戦になると思うんですけどまあなんとかピッチャーが抑えてまあ最初失点で抑えてね打線がまあ今日みたいな形で取れれば最高なんですけどね なんとか少ないチャンスをものにして1点取るっていうことを意識してね、まあ、頑張ってもらいたいなと思いますし、明日からの3連戦も非常に、ね、大事な3連戦になるので、えー、みんなで、えー、全野球で、えー、勝ってもらいたいなと思います。本日は以上になります。よければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。